はい、皆さん毎度毎度。歯のね、研ぐ角度ね、これは何度がいい何度がいいってで、ね、いろんな案があって、やっぱり物には小刃っていうのが必要だよね。小刃ね、包丁研ぐもの研ぐのもね、こういうふうに包丁研ぐ方はなんかかじった？あ、大丈夫ね。包丁研ぐときもここにね、10円玉2枚ぐらいの10円玉2枚ぐらいの角度でこうやって研ぐのがいいって言ってね、研ぐじゃない。で最後やっぱり小刃入れてんだよね、触るようにこうやってね。だからこういうのも25度だ30度だで研いでもやっぱり最後微妙に小刃入れてんだよね。あのバフで、バフも一応研磨力あるからね。バフこっちにバフかけてもあんまり研磨力ってのは感じないけど、こっちのハンドルグリップってのは開削剤が入ってるのか柔らかいから、バフで結構傷が取れんだよね、バフかけただけでね。でバフも一応金属研磨力はあるんだよね。ほんで刃の角度ね、新品のあのシザーね、でここ30度ぐらい、まあ35度でもいいよ、35度ぐらいにこうやって合わせておくじゃない、この分度器をね。でここにね、刃をこの後いくか、これを差し込むわけよね。そうするともう35度だったら目視でね、こうどうなってんのしたら、まあこれが35度ね、はい、まあこれが35度なら、まあ35度こんなに角度ある？35度って35度だったらこうだからね、こんな角度だよね、こんな角度、こんな角度、ここにあのハマグリ刃の刃を入れるとね、もう明らかにね、こういう状態だからね、この先端がもうこれ今潰れちゃってるけどね、光が見えるんだよね、もっと拡大したらね。本当に拡大していったらもうこういう風になってるのが見えんだよね。こういう風になって飛行にあの先端が先まで入っちゃうの、刃が当たっちゃうんだよね。なんつうのこれ。そういうの考えると、どうも目で見える範囲の角度は25度から、まあ、30度以下であると。で個人で研ぐときは40度ぐらいでも十分切れる、45度でも多分切れる、いいハサミだったら。素人が取るときにはもう35度はちょっと危ないね、40度45度でいいと思うよ。で我々はほら溶けるようなね切れ味ね、溶けるような切れ味を望んでるから、もう力入れたくないからさ、触っただけで切りたいのよ。そしたらやっぱり角度が25度から30度ぐらいで、特にドライカットするときね、40度のハサミだとドライカットするとだジャリジャリしたような感じ、あんまりいい感じじゃないんだよね。だからやっぱり寝かせて研いで、これはもう好きで、個人で使う人はもう40度45度にしといたら無難、床屋さんなんかも40度45度で平気で研いでるけど、それで OK。 もうでパーマ屋でこだわる人だけ25度とかね、25度きついかな、30度以下でね、あの溶けるような切れ味を求めるっつの、まあ、こだわる人だけだよ、寝かすのは。でも寝かして研いでも目に見えないところでは小刃が40度とか50度とかね、あとバフっつうのはこういうふうに丸くなってっけど、ここに刃をね押し付けるとね、刃を押し付けてやるとこの毛刃が曲がるわけよ。毛刃が、まあ、こうなってこういう風になるからね、あの刃を押し付けるとね、バフにね。その時ここがね、何度であの小刃が立ってかわからない。だから顕微鏡で見てたら、自分が25度とか、25度じゃないね、自分が28度ぐらいで研いだもの、それがここでバフかけたことによって小刃が40度ぐらいになってるかもしんない。これはちょっとね、もう顕微鏡で見ても見なきゃわからない。顕微鏡で見ても、縦から見なきゃ見えないもんだから、わからないんじゃねえかな。だから小刃は45度でも60度でもいいと思うんだよね。ただその小刃が非常に小さいの、自分のは。研ぎ屋さんのこの前来たサクシードの研ぐ前のやつは、もう目で見ただけで45度なの。小刃が 0.2 ミリ幅で、あ、0.23 ミリ幅で。まあそれとね、目に見えない小刃ってのはまた全然違うからね。はい、皆さん毎度毎度。シーザーね。自分で研ぐとね、大雑把に研いでるよね。あの精密機器とは思えないような研ぎ方してぶったたいてね。だけどこれね、1万いくらかで新品売ってるじゃない。
で買った状態っていうのは非常に精密機器なんだなって思うよね、改めてね。どうやって作るのかねってね、その値段でね。ちょっと理解できないね。まあ国内じゃ無理だろうね、人件費高いから。だからこのハサミの、システムっていうのはメカニズムが解明されてからもう機械的にあの値段で作れるんじゃないかなと思うんだよね。職人芸じゃなくてもう数字化されてんじゃないかね、あの作り方がね。あ、ちょっとよくわかんないけどね。はい、お疲れ様でした。